とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新日となっております。初見攻略やっていきましょう。今回は22回ですね。いい感じ。これで、面倒くさいボスがいなかったらば高速周回、できそうですね。え、どこ？初めての場所、違うな、初めてじゃないな。で、エンチャントは、いらないかな。なるほど。このね、トライデント投げてるやつが結構うっとうしいもんね。OK。あ、でももう終わりか？あ、いった。ああ、別に大したことはないね。終わり？おお、いや別になんてことありません。一回クリアです。ほっ、おお、なるほどね。スケールいいんじゃない？後々使えそうな気がするよね。うん、着ていこうか。着ていきます。うん、スケールでいきます。クールダウンでもいいし、ポーションバリアでもいい。うん、で、さらに、攻撃力アップもあるし、耐久力も申し分なし。これは、最後まで使っていけるタイプかもしれない。どうだろうね。まあ、今後の装備次第だけども、OK。終わり？あ、いやいや、逃げてる逃げてる、あいつ。終わりじゃない？おう。2回も問題なし。いや、これ意外と周回しやすいかもしんないよ。あー、カバンね。まあまあ、うん、いらないかな。カバンもね、確かにね、いいんだけど、ちょっとね、ギャンブル性が高いんだよね。俺なんか運が悪くって、凍結しか出ないんで、タワーではちょっと使いたくないかな、あんまり。オッケー。おーおーおー。ここ一気にこう、出てきてくれる感じはいいね。サクサク進んでいけそう。3回クリア。問題ありません。ツルハシか。まあ、種だね。種を取っていきまーす。あー、はいはい。お、敵の数はね、多いよ、多いよ。うん。で、結構一気に出てきてくれるから、嬉しいかな。おお。あ、まだまだ多いね。終わりか。お、一気に出てきてくれるやつはね、ほんと嬉しい。おー、なるほど。おわ、わ、わ、なにこれ、なにこれ。クールダウン3になるじゃん。し、ポーションバリアまでいける。最高だな。最高だな。でも俺、パワーシェイカーが欲しい。こっちで行きます。なるほど。防具はあっちにしても良さそうね。はい、はい、はい。あー、なるほど。パワーシェイカーで叩かないとちょっと倒せない感じになってるかな。 OK。 はいはい。え、これで終わりじゃない？いや、まだいた。意外と多い。しゃ、終わり？まだ？やたら出るね。やたら敵が出ますね。数が多い、ここ。結構な数です。うん。まあ、でも、そこまで時間はかかってないね。OK。おー、クールダウン付きが今回多い。うん。クールダウン付きが結構多いんで、いい感じじゃないですか。まあ、クールダウンの方を多めに入れていきましょう。
いいね。いや、装備も結構いいの出るし、今回悪くなさそう。まあまあ、後々どんな感じになるかだよね、問題は。いいね、戦いやつ。よし、6回クリア。ああ、いや、気持ちいいタワーだね、今回は。気持ちのいいタワーです。まあ、トラ間違いなし。うん、まあ、どんなにいい装備があってもトラはね、欲しいよね。あ、どこ、そっち側に出る。こっち側回ってみようか。一応真ん中にしか出ないタイプかもしれません。あ、いや、いた。あー、入れとこうね。うん、敵がやたらばらけるね。これはちょっと嫌だぞ。あ、今ばらけられるとちょっと戦いにくい。あと真ん中か。もうちょっとこうまとめて出てくれないかな。やりにくいね。7回クリア。まあそのままいきます。で、商人でボスかな。金細工か。ボグあげようかな、これはね。うん、スケールメールをちょっと上げときましょう。クールダウンだけだけど、途中に、バトルローブのやつも良かったよね。やばい、これ、変な時使った。バトルローブの、ポーションバリア、クールダウン。あれ良かったね。あれは結構当たりだったかもしんない。危ないよ、危ない。よっしゃ。あ、なるほど、種一発で倒せるわけね。よし、終わり。9回クリアでーす。今んとこほんと全く問題がない。うーん、星寄るか。いや、いいや、そのままいきます。じゃあボスがまだ出てこない。いつ出るの、ボス。ボスがいつ出るんだい、これは。最後の方に、なんか、いっぺんに出てくるタイプか？どうなんだろうね。終わり？こいつでおしまいか？あ、いや、上にいる。お前で終わりだ。いやいや、サクサク進むな。で、22階まで。素晴らしいよ。種そろそろ変えても良さそうね。で、ここ、いやいや、いいね、展開が早くてすごくやりやすい。あっち側にも出てるな。まあいいや、倒さないと出ない。いや、出てる出てる。なんかこうちまちま出るのやめてほしいな。ちまちま出ずに、もうなんか一気にわーっと出てきてくれれば嬉しいけど、なんかちょっとちまちまが鬱陶しいな。これで終わり？よし、 OK。 いや、いらないね。あ、で、ここね、 OK。行きましょう。おお、いや、これほんと今回、いや、ボス次第、ボス次第、ボス次第でものすごい簡単かそうでもないかが分かる。おいおい、なんか強い敵もね、今回全然
いなく、簡単すぎない？簡単すぎでしょ。いりません。で、ボス13回でボスでしょ。で、このあとまたボスが続くな、これ。ちょっと待って、エンチャント入れとこう。うん、金属製ぐらい入れとけばだいぶ違うだろうね。 OK、 マジで簡単すぎ、めちゃくちゃ簡単なんだけど。あー、いや、 なしでいきましょう。で、商人か。次戦闘だし、パワーね。ならばもう斧あげよう。ユニークだったら防具あげようかなと思ったんだけども、まあいいか。はい、次どんな感じだい。何それ弱ジャンプだった。あ、意外と嫌いなんですよね。出る場所がなんかこうバラバラでさ。あ、でももうこっち倒してる。 OK、 奥行こう。え、お、少なくない？15回クリア、簡単すぎる。あー、で、ここね。はいはいはい、まあまあいいんじゃない。いや、これ下手したらこれ20分切るよ、攻略。おう、20分以内とかこれ相当いいよ。 OKOKOK。 いや、これは今回ラッキーだわ、多分絶対ラッキーな回だよ。よし。あー、ゴーレム落ちるけど、まあいいや。落ちないんだよ、落ちた。仕方ない。よし。結構スムーズに来た。で、これ、最後のボスが、ゴーレムとかだったら嫌よね。ゴーレムとか、テンペストね。テンペストゴーレムとか、あと邪悪なレースとかだったらね、めんどくさいよね。いや、いいかな。じゃあ弓が、ああ、これに変えよう。うん、流れ込む魂2ぐらい入れときは全然違うんでね。いきまーす。どんな感じだ。いや、全く問題ない、多分。しゃ、いいね。ああ、やたら出るけどね。やたら出るけど。でも全然、ゴーレムがタンクになってくれてるし、問題ない。ん？あ、そっち？上にいたの？ああ、爆発で上に飛ばされたわけね。ミスったな、今のは。はい、次クリア。あー、火力に入れていってもいいけどね。まあいいか、そのままでいきます。18回、どんな感じだい。よし、 OKOKOK、 いいよ、サクサクいけてる。おお、ちょっと待って、結構敵の火力が高いかもしれない。あ、でも終わり。18回クリア、サクサク進む、いいです。あ、で、ボスボスボス、あ、じゃあボス倒して、で、1回普通にやって商人とかかな。
どうなんだい。楽勝じゃん。楽勝。どうした。いや、いりません。あ、で、ここか。はい。なるほど。まあ、エンチャンターが若干多いのかな。いや、でも、多くても別にね。あ、でも、敵のね、あ、違う、火力が高いわけじゃないんだ。俺の HP が低いだけだわ。俺の HP がもうここら辺では耐えれなくなってるだけ。 OK、 いいね。え、終わり。あと1体で問題なし、20回クリア。いや、全くなんてことない。え、ちょっと待って、え、ユニーク商人いないの今回。今回商人が少ないんだ。なるほど、そういうことか。商人が2体だけだわ。なるほどね。あ、やば。 OK、 終わり。あっちもいるんかい。 OK、クリア。商人は2体のまんま、もうボスですね。いや、これ早い早い、今回めちゃくちゃ早い。いや、別に何もいらんちゃいらんな。 いらずに行きますか。はい。なんだ、なんかすごい、もう拍子抜けっていうか、なんだろうね。サクッと倒しましょう。一体、これ簡単じゃない？絶対簡単だよ。はいはいはい、終わり。今までで一番簡単だったかもしんない。これ多分全員楽勝でクリアできるよ。うん、あ、これ周回できる。報酬見てみましょう。いや、驚くほど簡単だった。バーストゲイル、虚無1いらない、旋風2ダメ。うん、全部まあまあ報酬はいらないけど。いや、ほんとね、今回、高速周回できますね。ちょっと考えながら行ったりしたので、17分ちょっとかかったけども、多分、サクサク行こうと思えば、15分以内で、クリアできそうな感じですね。今回ね、めちゃくちゃ簡単。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。